セントポルタビル大分サティは、かつて、大分県大分市にあった、イオングループのイオン九州が運営した、高層総合スーパーである。大分市中心部の商店街セントポルタ中央町の若草公園側の西端に位置し、地場百貨店の時は、大分店、ジャスコ大分店と東西に位置直線に並んでいた。地上8階地下1階の高層スーパーで、イオン九州では、 イオンサセボ店と並んで最高層の店舗であった。1973年9月23日、日井大分ショッピングデパートとして開業。1994年4月に大分サテに店名を変更した。開業当時の大分市中心部には、同じ高層スーパーの長崎屋、大英、ジャスコ、西友が立ち並んでいたが、長崎屋及び大栄は撤退し、ジャスコ、 声優もそれぞれファッションビルの大分フォーラス、大分パルコに業態転換したため、2000年以降は結果的に当店が大分市中心部唯一の総合スーパーとなっていた。しかし、売り上げの不振や施設の老朽化のために2009年3月20日に閉店、当店の閉店により、大分市中心部からは総合スーパーが姿を消した。なお、大分市内には、 2002年4月に郊外のパークプレイス大分に4グループの総合スーパーであるジャスコパークプレイス大分店が開店している。大分サティア土地の土地、建物は2009年11月に地元の不動産業者に譲渡された後、3階以上を解体して2階建てに建築され、名称をセントポルタビルとして2010年10月25日にオープンした。改装後は、 1>, 1階に、食品スーパーのトキハインダストリー若草公園店や、大分県内初出店のタリーズコーヒーが、2階に、市会員や、学習塾、託児所等のテナントが入っている。2階の一部と屋上は駐車場、地階は、約仙台収容の無料駐輪場となった。2階まで含めた、総面積は2607平方メートルとなる。ありがとうございます。